さんこんにちは、マダムミチコです。今日から始まりますマダムミチコの華麗なる遺書の第1回でございます。予告編でお伝えしましたように、華麗なる遺書と申しますと、なんかすごい財産とかですね、財産お金ですね、それから土地とかそういった、まあ、株券とかですね、それらのものを残していくので、遺言、まあ、遺書として、ちゃんと届けておきますよ、書いておきますよというふうに思われるでしょうが、それは全く違いますというふうにお伝えしたように、本当に違うんです。では、まあ、わざわざ華麗とつけて華麗なる遺書、そして愛と死を見つめてということの YouTube を始めたいと思った私の思いはですね、何かと申しますと、私、3日前に、81歳になりました。まあ80歳になりました時にね、まあなんて長生きしたんだろうなと思っておりましたが、まあそれからまあコロナの問題とかね、いろいろありましたけれども、そうしたものにも感染せずに、第1回のワクチンを接種いたしまして、これから第2回目を接種するところでございますけれども、この世の中の流れがね、これだけ変わってしまったという昭和生まれの私としては、私の歩いてきた個人的な、まあ、あの道というのは当然ありますけれども、同時にそれはね、背景の時代、そういったものにもかなり翻弄されて、まあ、生きてきたわけです。そしてもう昭和はね、だんだん遠くなりにけりで、昭和を語れる人っていうのはだんだん残念ながら減っているわけですよね。ですから私は、自分のこれからの生き方も含めて、ここに至るまでどのように生きてきたか、その、まあ、時代の波に翻弄されたり、時代の波に乗ったり溺れたり、いろいろしながら来たものを残したいと思ったのが、2019年の7月7日でございましたね。コロナの感染が騒がれる1年前の時でした。で、その時にあの力添えをいただく方がおりまして、ウェブ上で、ウェブのお仕事をなさっている会社の方が、マダムミチコの自分史を書いてみないかということで、私の自分史、これはまあ誕生から昭和15年7月7日生まれですから、それから書き始めて30回ほど書いたんですが、まあ、その間にいろんなことがありましたね。で、私のプロフィールというのはほとんどが22歳で魅力研究家、そして、美容家というプロフィールはあるんですけれども、まあね、わざわざ5歳から5歳じゃない、昭和15年生まれだけで、いいわけで、その間何があったなんていうプロフィールはございません。でもおかげさまで自分史を書いて、もらえるチャンスが生まれたことで、本当に私の生きた昭和は何だったんだろう、そして平成、令和、そして現在ということを書き残すことが私にとって華麗なる遺書であり、ね、私の子供世代、子供といってももう50代ですね、孫世代、孫といってもみんな20歳を超えました。あ、みんなじゃなくて一人だけ、小学生がおりますけれども、あとはみんなね、あの大学ですとか、まあ、成人式を終えております。で、そんな子供たちの世代の人たちにも、昭和って、平成って、そして今につながるその時代は何だったかということをお伝えしていきたいというふうに思っております。華麗なる遺書とは、そういう意味でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、私が生まれました昭和15年7月7日、私は、3人の兄を持つ兄弟の中に初めて生まれた女の子でしたから、もう両親だけではなく、兄たちも大変ね、喜んで、まあ、一家のですね、アイドルということになりました。私が生まれた時の名前は、
品川美智子と申します。そして生まれた場所は日本橋中洲という、まあ、中央区日本橋中洲というわけなんですが、何丁目っていう丁目がないんですね。普通何丁目1番地とか何丁目3番地とか言うじゃありませんか。その丁目がない。何でもね、隅田川の本当に中洲にあったということで、町名のないという日本橋生まれの私でございます。で、生まれた時は本当にね、幸せな状況の中に生まれたんですが、1941年に、まあ多くの皆さんご存知だと思いますが、日本は真珠湾攻撃を仕掛けましたね。で、まあ世界中がいろんなあちこちで戦争していたこともあり、第二次世界大戦という、もう世界中が戦争、まあ欧州とかアメリカとか、まあ特に日本はね、日中戦争、中国との戦争があって、かなりまあ疲弊していたんですが、真珠湾攻撃ということになりまして、それがもう私が生まれた翌年でございますから、もうなんていうんですかね、一挙にまあ暗い厳しい時代に突入したということになるわけなんですね。で、私は日本橋中洲に生まれましたけど、私の両親は富山県富山市生まれだったんですね。で、皆さんもこの言葉知ってるでしょうか。疎開というね、この場所は危険だからって疎開っていうことになるわけなんですが、そうですね、3歳ぐらいまではその日本橋中洲にいたという記憶がございます。まあ、3歳頃の記憶っておっしゃいますが、おっしゃいますっていうのはね、そんな頃のことを覚えてるのかってよく言われるんですが、一つ一つの記憶がまあやっぱり強烈なんですね。まずですね、まあお誕生日を過ぎて、まあ1歳2歳ってなる頃はもうすでにね、お腹がね常に空いてるんです。空腹状態ですね。で、これはですね、まだその真珠湾攻撃をする前から、1941年の前からもう食料のね、配給制になってたんですよ。ですから、成人男性で1日に2合5尺のお米っていうと、まあよくパックであるじゃないですか、お米のパック300グラムとちょっとぐらいの成人に対してですよ、そのぐらいなわけですよね。ですから、そのぐらいで食料を、まあ、家族一人一人にそのぐらいっていうことですけれども、うちなんか男の子3人がいるわけですから、もう全然足りないわけですよね。それからその他にもタバコとかお酒とか、まあ、贅沢は敵でっていうので、食料統制だけじゃなくて、もう美容院なんかも我慢しよう、とにかく我慢をするね、戦争に勝つまでは忍耐する、忍耐が美徳というような時代で、なっちゃったわけですよ。で、3歳の頃に私は父が写真が好きだったので、ちょっと見ていただきますけど、赤ちゃんで生まれた時は当然ニコニコしてたんですが、3歳頃の記憶って何で覚えてるかっていうと、七五三のね、支度をしてもらって、で、私は、まあ、今でもよく泣きますけど笑い上手っていうぐらい子供の時代から笑いすぎるぐらい笑う子だったんですが、このね、3歳当時撮った写真に全然っていうぐらい笑顔がないんですよね。だから写真撮る時にも、はい笑ってとかにっこりとかいう言葉もですね、慎まなければいけない、このね、戦争の最中なんですか。で、しかもですね、着物とかそういったもう衣服なんかもないわけですよ。だからもう作り直しなんですが、まあ、母がなんとか調整してくれたのか、私は3歳の時の七五三のお祝いは、写真で見ていただきますが、日本のね、
国旗のところで撮ってるのと、まあ、写真館で撮ってるっていうこと、そしてさらに記憶に、あるということは B-29 っていう飛行機がねバン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 飛んでくるわけですよ。で近所のまだ小さかったね、まあ、だから3歳ぐらいの時ですから、それでもなんかね友達となんか遊んでいたんですね、有馬公園って確か言いましたね。そしたらものすごいあの空襲の音が鳴るわけです。つまり防空壕に逃げなさいってことなんですね。防空壕ってまあもうこう掘ってですね、もうほとんど自分たちで掘ってそこに、あの逃げ込む、まあ穴ですよね、ちょっとした穴みたいな、そういう警報が鳴ったのに私とその友達があの公園に残っちゃってて、もうびっくりして2人で戻ってきたら、もう親たちにものすごい怒られまして、何をしてたのって言って、まあね、気がつかなかった親もどうなのかなとは思いますが、とにかく叱られて防空壕に入るっていうことがありました。まあそれもね、その時は公園にいましたけど、そうじゃない時にも飛行機が飛んできて窓を見るともう B-29 がバン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 飛って、昨日まであった家が翌日ないなんていうことがもう当たり前のように繰り返されていたので、先ほどお伝えしましたように富山県富山市に疎開をしようと、まあやはりね、その戦争では都心が狙われるんではないかと、地方都市は大丈夫なんではないかと、もうとにかく情報なんてね今のようにないですから、で新聞はあの戦争に勝つであろうっていうことしか載っていないので、情報はもう本当の情報なんて全く一般市民には入ってきません。でそれで、富山の方に疎開しようっていう話になりました。でその時に父もいたんですけれども、なぜ父が、戦争に、まあ、あの召集を受けなかったかっていうと、中国のとの戦争の時、日中戦争の時には父も行ってるんですけれども、その時に現地でマラリアになってしまったんですね。でマラリアに罹患したら、まあ、他の人にも移ったりすると大変だからっていうんで日本に返されたという記録があるので、この時には召集されなかったんですね。それで、父はいたんですが、とにかく東京にその一番上の兄と父は残るということで、私と次男、私より8歳年上の次男、それから4歳年上の三男ですね。実はこの三男が、脳性麻痺だったんですけれども、そのね弟じゃない兄と、それからそうそう、その後に生まれた弟がもう一人おりまして、私が生まれた時は3人の兄でしたけど、もう一人弟がいまして、そうですね、その弟とだから母でしょ、次男でしょ、それから三男でしょ、私でしょ、それから生まれた弟でしょ、2歳でしたね。ですから私3歳じゃなくてももっと大きくなっているわけですけれども、まあ、そんなことで富山県富山市に疎開をすることになったわけです。ここでは絶対にね B-29 が飛んでくるようなことはないだろうと言った富山県富山市でしたけど、これはもう全然予測と違いまして、富山県というのは北陸県下でも、まあ、最大のね死者を出したというぐらい大きな爆撃を受けるという、まあ、経験をしているわけですね。ですから私の5歳までの経験というのは忘れようとしても忘れられない、まあ、強烈なねその戦争体験ですよね。そこからどうやって、まあ、生きていくかっていう意味で、これからしばらく富山県の疎開、またそこからの疎開というお話を続けていきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。また詳細は、私の自分史にも書いておりますので、そちらの方もご覧いただけたら幸いです。よろしかったらどうぞ皆様チャンネル登録よろしくお願いします。